皆さんこんにちは、イカリンです。どうしても食べたい飲みたいものを買ってきて、ビールはまずハートランドビール、次にオリオンビール飲みたいのと、どうしてもストロングゼロドライ飲みたい、一本だけにしたお酒弱くなってるから、で久々のスパークリングもハーフにして、あと貝柱の気分でスモークサーモン、ブラックオリーブも食べたくて、あと焼肉このジャンのタレで、でベーコンとうずら、ズッキーニで、明日の朝か締めのしじみの味噌汁、今日今朝めっちゃ飲みたかったから、これで休日のお昼3時やからおやつ飲み始めたいと思います。皆さんこんにちは、ゆかりんです。今日は休みで仕事、もうすごい夜遅くて、なんかもう疲れてて、せっかくの休みやからどうしようかと思って、どうしたいか自分に聞いて、無理して出かけることもないし、もう買わなあかんものとかも、美容室も行かなあかんねんけども、スパークリング、自分の声めっちゃ聞いて昼飲みすることに決まった。あれ肩、これ大、よかった。りっちゃんはもうご飯先にあげて、これも開けたら、開けたらちょっと冷凍庫入れとこう、ちょっとぬるいから。それでは皆様、休日に乾杯。美味しい。あ、そんなヒーヒーじゃなくてもなんか変わってきてる、すごい好みが。もう辛口が好きやねんけど、時にはもう甘口でもいいし。で、あのおつまみ作りながら、作るっつっても乗せながら、例えばこのスモークサーモン、これ嬉しい、もうよし、こんな感じで。なんかあれやな、撮影機材っていうのは iPhone と、今スタンド立ててんねんけど、 YouTube 初めて見ないやねんけども、 iPhone、 あ、平らの皿の方が良かったな。スモークサーモンで、どうしてもブラックオリーブ気分やから、これもで、後ろに取っ手にドアノブにゴム袋、あ、これこうしようんで、あと、あ、めちゃくちゃやな、これがゆかりんチャンネルやから。めちゃくちゃじゃないねんけど、はちゃめちゃってリンゴ酢、おっとかけて、ほんとオリーブオイル、広いキッチンに憧れる。結婚してる時はめちゃくちゃ広かったんけど、コンロも3つついてて、食洗機もあって、もちろん電子レンジ、オーブンも、ちょっとここもあんのあんねや、一人暮らし用の。おっと、でこれミックスペーパーもうない、ない。ハーブソルトもあったらいいねんけど、あ、これだけも、これだけでちょっと食材の味を楽しもう。あ、見えへんやん全然。こんな感じでいただきます。ちょっとブラックオリーブだけよだれがすごい、もう大好き、これ勉強になった、これくるくるしたらこうやって危ないから、なんかないかな、電源器、
サーモンいただこう。サーモンだけ。うん。スモークサーモンやから味ついてる。レモン汁あったらいいねんけど、レモン汁切らしてる。ここに玉ねぎとマヨネーズだけのタルタルでも十分美味しいと思うけど、でもめんどくさいからこれだけにしよう。あとそう、このホタテのこの貝柱、まあ、あの500円、これはあの焼きたいねんな。でも生でも食べれんねんけど、ちょっと生1個、生も美味しいねんけど焼きたい気分。あとベーコンも買ってるから、うずらと一緒に串焼きみたいにしようと思って、その動画もおつまみ。正直もう全然おしゃれちゃうから、おしゃれじゃないけど一人暮らしの楽ちんみたいな。貝柱ちょっとこれ解凍してみて、これ貝柱も、あ、もうちょっとオリーブオイルあった方が好き。このオリーブオイルちょっと美味しい、美味しいけどなんかオリーブオイルが強すぎた。スパークリング美味しいねんけど、ビールも飲みたくなってきたし、なんて贅沢な、もうスーパーの中でずっと自分と会話しながら、キュウリのキムチ買おうと思ったけど、いやちょっと辛い今日気分じゃないっていうことで、もう身を食べるみたいな、もうサーモンの身を食べる、うん、これが朝ごはんやから。おいしい、おいしいねんけどちょっと危険やん、アルコール度数高いから。弱くなってるからもう酒なくなっちゃったな。これもうブラックペッパー、じゃあミックスペッパー。これ昨日そう、仕事帰り遅くになってビールこぼしてしまって、もうそんなに飲んでないのに結構いっぱいこぼれても、バスタルもびしょびしょなもん。おいしい、次は焼肉も私、焼肉とスパークリングでもいいかもしれへん。別にこれ全部無理して食べんでも明日の朝、でもお酢つけてるからどうなんやろ、でも食べれる、食欲が出てきた。で昨日動画撮りながら、最近締めのラーメンしてないって言いながら、それが言葉を出して脳の中にインプットされたんか、締めのペヤングの金粉焼きそば食べとったもん。次焼肉、レッド座ってるからお尻半分でも、レッド優先やから、酔っ払ってたらレッちゃん転んでしまうわ。かわいいわ、しかしすごい、もう幸せや。レッド
とあっち行っててもいいよ。あ、ありがとう、行ってくれた。楽しい。乾杯。焼肉。オーストラリア産の焼肉にしたもうケチって。でジャンのタレ、これだけは焼肉のタレ買うのにもすごい迷って、あのちょっと違うものチャレンジしてみようかもってんけど、でも何がどのタレがいいって言ったらどうしてもジャンがいいっていうことで、もう何々しなあかん、チャレンジしなあかんとかいつもいつもしんどいから、感じでもう和の部屋でだけついやほんま。これ見えへんな、なんかこういう動画までってことで、大きいボトルのやつ買おうかもだけど、これなんか持てへんかん、なんか賞味期限が6月までで、一人で大きいのも食べきられへんから、もうこれにした。早くビールが飲みたいという、もう余熱でいこう。もう私もレアのレアが大好きだから、いきまーす。どんどんタレ、うん、おいしい。入ってんのが国内製造、砂糖、みりん、ごま油、青汁、ごま、にんにく、ネギ、なし、りんご、唐辛子、胡椒、生姜。うん、ジャン好き、もう幸せや。食べて飲むのが大好き。今日は炭水化物はほんまやめときたい。昨日ピヤングの焼きそば食べたの、もう金粉入りの味もう全然覚えてないもん。揚げとこも、レアが大好きやねんけど、正直これ30枚以上食べれると思う。全然足りへん。もうすぐ46歳、あとそれまでにしたいことは特に、それまでにってないねんけど、まあ、今年は香港に行くのはそうやねんけど、久々にっていうか2回しか行ったことないねんけど、ヨーロッパ20代真ん中の時にベルギー、スイス、ドイツ、イギリス、フランス、もう一回行ってみたい。酔っ払って行くかもしれん、スーパースパークリングもこんな細かいわけねえやって言って、シャンパンみたいな泡があった。シャンパンとスパークリングの泡の出方が違うんだけど、この何
マルティーニ。マルティーニ。美味しい。可愛いもの見たくなってきたな。まあ可愛いんやったらアルパカ先生とサンタは安くて、キャンディークラシックがすごいめっちゃ好きでハマってた時やった。イタリアのワインで黒の、ニワトリのマーク、黒のニワトリ、ガタネードっていうみたい。キャンティグラスコでも1000円から2000、3000円とかあんねんけど、30代の時にキャンティグラスコめっちゃハマって毎日のようにも飲んでて、一気にお金なくなったっていうか、どん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 毎日もキャンティークラシコ3000円近くするのを毎日毎日飲んでてもハマりすぎて、よく働いているからいいねんけども、食べ飲みする分あかんねんな、この服全然買えへんから。スリーストロングセルンビール、これちょっと飲んでんけど、この半分でよかったもん。肉食べた、豚肉買った、豚焼こう。豚肉はしっかり焼くから、これルールにとらわれへんと、その時の気分でちょっと油引いて、オリーブオイルしかないからね。豚焼き肉、何でも言っても焼肉フライパンで、皆様の好きなお肉で、鶏の胸肉スライスしてもいいし、牛肉でもいいし、すごい余裕のある方はもうシャトーブリアンでもいいし、国産、本国産のお肉でも何でも、その時の気分で、お肉だけじゃなくてもフォアでもいいし、それ以外もう何でもいい。その皆様のここそれぞれこれ食べたいと思う食材で、思うがままに、これ食べるの酔っ払いや、何やろ、美味しいもん食べると満たされると、気分が良くなる、幸せな気分になって上機嫌になるの。これも早いな、食べ物も大事やからな。うわ、これ気にせんあった方が良かったな。でもその時そんな気付けへんかったから、それもよし。はい、ちょっとこのぐらい、もうビール気分になってきた、ストロング酎ハイが。これ何やろ、スパークリングも大好きやねんけど、順番で言ったらその時のあれ気分によるから分かれへん。
早く飲もうとしてる。好きなもの飲もう。この豚焼き肉で大好きな、どうしようかな、いいでしょう。わ、ハートランドは飲みる、まあ美味しい。すごく眠たいねんけど、このフカヒレまたなんか空いてて、フカヒレ今日しめじゃないねんけど、つまみパスタストロングも買ってきて、めっちゃ美味しい。つまみは串焼きじゃなくて、一個一個串刺すの大変やから串刺し。あ、どっちもメリットデメリットある。